事故に遭った人も助けられるよね。それを信じるしかないだろうな。この商店街を通って帰りたいんだけど、夜一人で歩いていると、ペタペタが出るの。ペタペタって姿が見えないんだけど、足跡があって。ペタペタって足跡がするんだよね。仮面の男に関係あるのかな。さあな。だ、調べてみる価値はありそうだ。 見てみろ、足跡だ。おかしい、足跡はあるのにまるで気配がない。どこに行くんだろう。とにかく追ってみよう。思わないのか。気配だ。君たちを救うことだ。愛とは私のことを言うのだ。この行いのこと。 何かの入り口？入っても大丈夫かな。ペタペタを追うんだ。行くしかねえだろう。入ったのはいいけど、妙なところに迷い込んだね。どちらかというと地形の方が迷子だけどな。 ペタペタはこの先に行ったみたいだ。飛ぶしかないか。
動くかな、このエレベーター。あれを足場に使えば行けそうだ。毛殻みたい。ペタペタはこの子に用があるみたいだね。汚れで近づけないんだろう。払ってやるか。一つになった。ペタペタか？そう呼ばれてたみたいだけど、僕は自分の体に戻りたかっただけなんだ。あの穴に体を吸い込まれてからずっと探してた。で、やっと見つけたんだけど、近づけなくて。俺も宿狩り状態だからな。気持ちはわかるぜ。おじさんも早く戻れるといいね。助けてくれてありがとう。この穴は払って閉じておこう。
あの穴ってよく考えたらさ、僕だけ吸い込まれてたかもしれないよね。離れ離れにならなくてよかったな。気持ち悪いこと言うなよ。正体が分かってよかったわ。ようやく私も帰ることができそう。